原神の声優は誰が一番？パイモンじゃない？はい、パイモンの声優さん、古賀葵さんだっけかな？が一番やと思うけどな。だって2周年の時のさ、声優さん記念ボイス聞いた？みんな見たよな？覚えてるか？なんか今までのパイモンの喋ったボイス、電話帳3冊分だっけ？もっと多かったっけ？なんか、それぐらいって言ってなかった。やばいよ。誰にも代わり務まらんしね。原神、パイモンのボイスの量ってそらえぐいわなってなる。アランナラのやつ、レベチ。あ、アランナラの早口言葉ね。あやとの解説動画作りますか？あー、作ってもいいっすね。え、まあやとの解説動画作るよりは絶対ライデン将軍優先やけどね。あやと別にそんな難しいキャラじゃないしな。まあ、ただただもうスキルがめっちゃ使いやすくて判定広くて水幻想が安定して供給できる使いやすいアタッカー。あやとはとにかくそれ。まあ水幻想の供給が普通に楽なので、雷幻想とか、まあ草幻想とか、まあ炎でもよし。どっちも作ればいいや。いや結構八重美子とタルタルの解説両方作るのマジで大変だった。でも私はタルタルなんて初めて貫突したキャラだし、まあ八重美子なんてね、あやねるだから、二人とも好きだから解説頑張って作ったけど、結構大変だった。あやとガチャ売れるかね？日本だとあやとのガチャ結構売れたらしいんだよな。声優パワー。やっぱあやとの声優パワーか。結構肝試しイベントでもあやとの声、結構いっぱいあやと喋ってたしね。また声優パワーが見れるかもしれん。